過去様の結婚宣言に注目が集まる中、宮内町内ではその背後に隠れた背景が中止されています。宮内庁が興味を寄せる要因は、過去様の発言がどのような行きから生まれたかを見極めることにあります。2023年は秋篠宮家にとって新宮邸の問題が浮上し、その対応に追われた年でした。 この問題は、宮邸の改築時に仮の住まいが作られ、その後も過去様だけがその仮住まいにとどまっているというものです。最近になって過去様が遅かればやかれ解決されると述べたことが報じられ、これが結婚と絡んで宮内町内で憶測を呼んでいるとされています。簡単に過去の流れを振り返りましょう。2023年に入り、秋篠宮家で過去様だけが新宮邸に移らないのではないかとの報道が広まりました。 半年後、孔子職トップが別居を認め、その後にの子様さまや秋篠宮さまもこれを認め、その理由が説明されました。新宮邸には経費節減を理由に佳子さまのための部屋を作らなかったというのが一言で言える理由でした。佳子さまが結婚して相伴出ていくことを考え、そのための部屋を用意するのは無駄だというのがその趣旨です。 ただし、具体的な経費削減の詳細については言及がありませんでした。秋篠宮さまの過去さまに関する発言について、担当記者は説明がタイムリーになされなかったことについて秋篠宮さま自身、ぐずぐずしていたと表現されていたことが印象的でした。皇族がこのような言い回しで本音をとろするのは異例であり、興味深いと感じましたと述べています。 過去様の結婚宣言に注目が集まる中、宮内町内ではその裏に潜む事情が探求の対象となっています。宮内庁が探りを入れるのは、過去様の発言がどのような背景から生まれたのかを見極めたいという意図があるようです。2023年は秋篠宮家にとって新宮邸の問題が浮上し、その対処に追われた年でした。 この問題は、宮邸の改築時に過去様のための仮の住まいが作られ、その後も彼女だけがその仮住まいにとどまっているというものです。最近、ヨ子様が遅かればやかれ解決されると述べたことが報じられ、これが結婚と関連して宮内町内で様々な憶測を呼んでいるようです。過去の行きを簡単に振り返りましょう。 2023年に入り、秋篠宮家で過去様だけが新宮邸に移らないのではないかとの報道が拡散しました。半年後、講師職トップが別居を認め、その後に紀子様や秋篠宮様もこれを認め、その理由が説明されました。新宮邸には経費節減が理由で過去様のための部屋が作られなかったというのが簡潔な理由でした。 過去様が結婚して相伴出ていくことを考え、そのための部屋を用意するのは無駄だというのがその趣旨です。ただし、具体的な経費削減の詳細については言及されていませんでした。秋篠宮様の過去様に関する発言について、担当記者は説明が適切に行われなかったことについて秋篠宮様自身が、ぐずぐずしていたと表現されていたことが印象的でした。 皇族がこのような言い回しで本音を吐露するのは異例であり、興味深いと感じました、と述べています。30歳までに結婚を、結婚に関する際、もし娘が結婚について話し合いを挑んでくれたなら、彼女の考えに耳を傾けつつ、同時に自らの見解も分かち合いたいと考えています。 記者からの質問に対して、アドバイスや話し合いがあるのでしょうか、と尋ねられた時は、それは結婚についてのことであり、特に今のところはありません。2018年から2019年の当時、秋篠宮さまと加古さまの結婚に対する見解は、時期的に適切で、遅すぎない、と一致していましたが、2023年に入ると、実際に話し合っていない、という立場に変化が見られ、わずかに変遷しているように映ります。 過さ様に関しては、昨年12月末に29歳の誕生日を迎える前から、姉の眞子様と同じように、30歳までに結婚という考えを口にされるようになったと伝えられています。これが秋篠宮様と共有されていないのか、または共有されているとしても、小室圭さんとの結婚に関する眞子様の波紋を考慮して、具体的に深入りしないようにしているのかはっきりしません。 結婚の宣言も含めて、宮内庁内では何らかの事態が近く示される日が迫っているのではないかというのが共通の見方のようです。どう、30歳を迎えるのは今年12月。その前に過去様からお言葉があるかどうか、町内では引き続き注目が高まっているとのことです。